とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、古代狩りですね。いつも通り2時間ぐらい行ってみましょうか。今日は何が出るんでしょう。今日、厳選するのは、ショート棒系ですね。愛のスペル棒、そして機械仕掛けのショート棒、パープルストーム、この3つですね。もちろんノーマルのやつでも構いません。いつも通りの 94%、2.5、これでスタートします。どうだ、今日はお願い。出てくれよ。1周目から結構調子はいいかもしれません。多分4回ぐらい出てきてくれるんじゃないかな。問題は質なんだよね、質。あー、反逆者。相方も防具ですね。ダメだなぁ。オッケー。まあ、とりあえずまずは1匹目だしね。どんどん行きましょう。2体目。次はショート棒。ノーマルか。あー、で、相方の方がバトルスタッフですね。ちょっと今のところ出は悪いかな。でも俺の方に出てきてくれるっていう分、マシかもしれません。行こう。3体目。次もショートボー。ん、止まった。なんだ、あー、ショートボー。で、相方が、おー、いいね。相方の方に、愛のスペル棒が来ました。いいよ。お、いい感じだね。これ4体どころじゃないな。もう4体だもんね。6体ぐらい出てきてくれるかもしれない、一周で。今回も相方の方が運がいい。こっちはこれだけど、相方は機械仕掛け。素晴らしいね。でも俺の方にいいやつが来てほしいんだ。一周目の凄さね、これ。5体目よ。5体目。おぉ、しかも OK! 俺の方に来てくれた。相方の方は、普通のショート棒ですね。いいよ、いいよ、いいよ。この調子、この調子。あ、機械仕掛けだったのね。よく見れなかったけど。それでは、2時間周回終わりました。7回行ったかな ?7 回古代狩りに行きました。まずはサブアカの方から見ていきます。今回サブアカがあんまり出なかったんだよね。まずいらないやつを全部処分していきます。おいおいおい、クールダウン、ポーションバリア。なんか、いいエンチャは出てるんだよね。でも、せめて、反逆者で出て、とりあえずノーマルのやつは全部いっちゃいましょう。ここら辺もいらないね。おーおー、エンチャはいいな。エンチャ素晴らしいかな、これは。これ弓の方も結構期待できるかもしれないよ。でも少ないね。少ない。全部で、1、2、3、4、5、6、7個。7個です。じゃ、ノーマルの弓から見ていきましょう。あー、いいね。アーティファクトチャージがついてます。無限もある。いいよ。出だしいいよ。ここは、アーティファクトチャージ、ロールチャージ2つだ。クールダウンショットはありません。こっち。こっちにクールダウンショットがついてる。こっちはクールダウンショットと無限ですね。弱体化もついてる。ということは、これ。あ、いやいや。俺が探してるのは、バーストボーストリングとクールダウン編成。だから、違う。まあ、無限もいいんだけどね。すでにそれは持ってるやつだから、いりません。あー、ロールチャージ。惜しいね。では、機械仕掛け、どうだ?ああ、ここも、アーティファクトチャージとロールチャージ。だねー。二つ同時についてくれない。こっちもアーティファクトチャージのみ。ですね。うわー、ひどいぞ、今回。こっちは。ダメだ。ダメだなー。クールダウン編成が1個も出ておりませんでした。
サブアカの方ゼロですね。ではメインの方を見てみましょうか。それではメインの方見ていきましょう。こっちの方がね結構出たんだよね。まずいらないやつ売っていきます。エンチャがね、武器エンチャが意外といいのが出てんのよね。おー、リフレッシュ、吸血、虚無、いやなかなか素晴らしいのよ。まあでもとりあえず武器はやっぱりタワーさんの方が俺はどうしても好きなのよね。なので普通の古代さんは売っていきます。うん、いいエンチャついてるやつもあるんだけどね。おー、いやー武器のエンチャいいわいいわ、いいね武器のエンチャいい。こっからか。ではノーマルから見ていきましょう。惜しい惜しい。クールダウンショット、バーストボーストリング、あーでもそんだけか。あとロールチャージ、アーティファクトチャージ、虚無、弱体化はついておりません。次、あー無限アーティファクトチャージね。なるほど。でこっちのノーマルは、あ、これは何もついておりません。上から行こうか。ダメですね。ついてません。アイスペもついてない。パープル、あー、バーストボーストリングと虚無弱体化はついてたけども、残り2つがついてなかった。あと1個か。これ、ついてない!何もついてなかったー!残念!でも、一個ね、このお店で売ってたやつがこれです。黄金でアーティファクトチャージ、エンチャントがクールダウンショット、バーストボーストリング、虚無ですね。理想が出た。理想が出たけど、魂の棒、これね、もともとね、マルチショットがついてます。1だから 20% ですね。20% マルチショットがついてます。でもね、弾数が持てないんだよな。ウィンドボウもそうだったけども、これもね、弾がさらに少ないよね、確か。ウィンドボウよりも少ないんじゃない?あー、少なそう。ウィンドボウが、これだから、あー、ウィンドボウよりさらに、こっちの方が弾数が、少ないですね。まあ、ただマルチショットと魂プラス1はついてるんだけども、使い方は難しいかもしれないですね。はい、ということで、今日古代狩りやってみました。2時間ですね。ドロップ品でいいのはなかったけども、お店で理想エンチャのやつが出ました。ただ、弾数が少ないやつなんで、使うかどうかはわかんないですけども、まあまあ一歩前進ということでいいんではないでしょうか。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。